アイジェス。厚切りジェイソンです。今日から使える英会話第7弾でございます。いついに舞台がアメリカです。おーやった、ビジネスクラスで行こうぜ、うん、いや、今は編集という素晴らしい技術がありまして。あ、実際に行かないんだ行けないっす。なるほど、すいません、申し訳ない。じゃあアメリカ行った手入れ、はい、はい、やっていこうと思います。アメリカ行ったら何がしたいですか？アメリカ行ったらですか、はい、NBA が見たいです。いやいやいや、これを見たら分かるだろハンバーガー食べたい。ええよそれはNBA に演じられるこれじゃハンバーガー食べたい。ハンバーガーショップでしょ、はい、そうです、はい、はい、それやりましょう、はい、よろしくお願いします。NEXT! NEXT IN LINE PLEASE! HELLOHello! What can I get for you? I want a cheeseburger. Cheeseburger, okay. And potato. Potato? Potato! Yeah, no, we don't have potatoes. Oh, sorry. But I can give you a hamburger as a combo meal, which comes with french fries. You want hamburger, french fries, and a drink? Ah, drink. Yeah. Coca-Cola. Combo meal. Combo meal? Yeah. Set とか? Yeah, combo meal. Yeah. Ah, combo meal. Yeah.Yeah, I want... Not kombu. Oh, kombu. Yeah, no. Kombo. Yeah, kombu. Kombo, yeah. I want kombu meal. Oh, okay. Yeah. Just one? Okay. And what size would you like? We have small, medium, and large. Size, ne. Medium size. Medium size kombu meal. Yeah. With hamburger. Cheeseburger. Cheeseburger. Yeah. Okay, very good. 危ない危ない。ハンバーガーで打てると思った。All right, that'll be $16.Can I use credit card? Sure. Ah, okay. Yes. Okay. Here. Mm-hmm. And how about a tip? Tip? $16? $16. Okay, thank you. なんか、俺詐欺られそうになってねえから大丈夫これ。Okay, here you go. Oh, thank you. All right, wait just a moment, please. Yes. Mm-hmm. Oh.Sorry, we didn't have any french fries. Oh, yeah. Not french fries? No french fries, I'm sorry. But here you go. Oh, yeah. $16? Yeah, plus tip, $16. Total $32. Okay, thank okay. you. Thank you. Oh, goodbye. Bye. Oh. Enjoy your meal. Yeah, まあほぼほぼできてたんですけどね。本当ですか？はい。なんかところどころがちょっとなんかおかしいところも豪快招くようなこともありましたんですけど、あ、本当ですか。でも注文するときは、はい、多分なんかいろんな言い方もありますけど、はい、簡単に言うと、はい、I'd like 全然十分です。あ、I'd like ならいいんですか。 I'd like、 I want、 I want でもいいですよ。あれ、 would like のが丁寧なんでしたっけ。どっちもどっちかな。あ、本当ですか。 would like と wants はほぼ一緒だと思うんですよ。あ、じゃあどちらでも、はい、で、ポテト言ってたんですけど、はい、ポテトはじゃがいものことなのでフレンチフライドとか、フレンチフライド、はい、フレンチフライドポテトーズまで言うと、はい、まあ誤解がないんですけど、ポテトだけ言ったらレストランによって違うんですけど、はい、例えばある州ですと、はい、あのベイクポテトが本当に提供してる店もありますので。あ、なるほど。じゃあ日本みたいにポテトっていうテンションで言ってしまうとんってされてしまう可能性もある。可能性もありますし、そのまま本物のポテトが出てくる可能性もあります。なるほど、気をつけます、はい、思ってた途中了解です。あとは途中で、はい、その注文の合計金額を確認した後に、はい、チップのこと言ってて、はい、で何も考えずに16ドル、はい、はいはいと言ってたんですけど、はい、僕もチップとしてさらに16ドル取っていいんですよねと言ったら、あれいいですよって言って合計$32、はい、なるほど。そんなこと言ってたんですか。そう、取ることになってて、はい、それは多分2回してなさそうだったんですけど、はい、それでもちょっと悪い店員さんで、しかもクレジットカードで切ってるから、そうそうそうあー、オッケーオッケー、チッププラス16ドルねっつって、はい16ドルっつって。なるほど。だからそれもちょっと気をつけた方がいいかもしれない、ね、じゃああれですか、そう、現金確認した後に、はい、チップの話をされたら、はい、気をつけないと。そう、チップは何て言えばいいですか、あの時正しいというか、ティップ言われたら、どう返せばいいですか？ノーでもいいんですけど、はい、まあなんか1割とか、10% とか、15% とか。あ、なるほど。まあ、合計は16ドルだったら、はい、じゃあプラス1ドル、add $1とか。add $1。add、and、足して。add じゃなくて、add。あと17ドルが落ちると。そうです。あ、はい、とかありますね。16ドルチップはやばいですね。なんかチップを取らないファストフードもありますけど、はい、チップを取るファストフードもありますので。じゃあ普通に結構買い物してて、はい、ファストフードでも聞かれることも普通にある。あります、あります、全然ありますんで気をつけます、はい
じゃあ今の含めてまたちょっと一回練習をさせていただきます。やりますか。はい、はい、よろしくお願いします。 Can I have a drink bar with extra potato? ポンポンチップ。まだ面倒くさい店員に絡まれんだよなこれ。Hi, welcome to Jay Burger. May I take your order, please? Thank you. I'd like hamburger combo, please. Hamburger combo? Yeah. Sure. Okay, is that for here or to go? For here, please. For here. Yeah. Okay, sure. All right. $16, please. $16? Yeah. Can I use a credit card? Sure. Okay, thank you. Here. Okay.Okay? Okay, I'll thank you. Mm-hmm. Very good. And just one moment, please. Yeah. Aha! Oh. Here you are, sir. A hamburger combo with French fries and a drink. Drink. Right size? Yeah, this is the standard. This is small. A small size? Yeah, this is the small. Really? Do you want a bigger one? No, okay. We have bigger. Okay. Thank you. It's okay? Okay. Yeah. Thank you. Enjoy your meal. You too. Thank you. You too? 僕は食べないけどな。そうなんですね。You too 書いてあったと思ったんですよ。なんだよ。うまくいったと思ったのに。そうだ。はい。皆さん、かっこいいっすよね、やっぱね。それもかっこいいんですけど、普通にさせて大丈夫です。まさかのファンサービス。